さあでは続いていきましょう。6番の方、職業を教えてください。私の職業はセクシー女優です。一番意外かも。年収は600万円です。はあ。何系の？何系のってインフルエンサーみたいに聞くなよ。何系のですか？デビューしてどれぐらいになるんですか？10月にデビューしたばっかりです。したばっかり。なんで急にまた？ちょっと性への好奇心が旺盛だった。拍手。素晴らしい。抑えきれなかったですよ。拍手をきました。スタンディングオベーションの拍手。滝優奈さんね、覚えました。覚えました。覚えました。すげえ。スカウト自分で行ったの？あ、自分から応募しました。応募して。どこの会社ですか？今専属がソフトオンデマンド。お世話になってるソフトオンデマンドさん。オンデマンドさんでだって生中の女子の系列だ。そうですね。大元ですよ。では最後8番の方、職業教えてください。はい。私の職業はキャバクラ嬢です。キャバクラ嬢。はい。では年収はおいくらでしょうか。年収は約800万です。どこでどこで？錦糸町です。錦糸町で。はい、どれぐらい働いてるんですか。今のお店は1年経ってないぐらいです。はい、歴的には長いんですか。長いです。ちなみに1日の最高売上みたいなんでどれぐらいなんですか。過去売上1日の最高売上。はい、自分のなんか1日月間で900万ぐらい。いやー、すげえ。すげえな。はい、それプラスなんか高価なものもプレゼントされたりするわけでしょ。そうですね。いただいたこと。最高何いただきました。マンション。マンション。YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンを